すごい迫力。ムービーモンスターシリーズと比べるとこんな感じ。鈴木オートのオート三輪をポチりました。すごいですね、このサビの塗装とかが。今回紹介するのはこちらに入ってるんですけども、じゃじゃん、君たちはどう生きるか。これじゃなくて、じゃじゃん、こちらですね。はい、ゴジラマイナスワンビッグアクリルスタンドですね。はい、これね、君たちはどう生きるかを見に行ったら、これ普通に売ってたんで買ってきました。こっちのね、この作品に関してはね、ちょっとまあネタバレはしないですけど、パヤオワールド全開でしたね。もう逆に今回はこの感じで来たのねっていう感じで、もうパヤオワールドにも慣れすぎてましたね。ただねまあ見てよかったかな。僕はまあいいかなと思いました。で、こちらですね。僕、これね、ゴジラスクエアとかゴジラストアでしか売ってないのかなと思ったら、普通に田舎の東宝シネマーズでも売ってるんですね。それ知らなかったんですね。これがね、ちょっと僕が反射しちゃって見えないけど、これ見たらね、アクリルスタンドとか欲しくなかったけど、ちょっと思わず買っちゃいましたね。1999円かな。ちょっと開けてみますか。こうね。まあね、これね、劇場グッズがね、先行販売するって、なんか珍しいというか、新鮮ですよね。これはこんな感じ。これはこれでなんか使えそうですね。で、これが中身ですね。裏は白いんだ。そりゃそうだね。で、こっちも袋に入ってて、これが台座ですね。はい。これをどう取り付けるんだ？こっちか。これがね、またこの G のマークがね、ゴジラの形になってるっていうやつですよね。で、これを取り付けて、これで完成ですね。うわ、すごい、なんかちょっと立体感あるような気が。すごいね。ちょっと立ててみますか。こんな感じね。こうなります。いや、いいっすね。なんかモンスターツがね、映画公開しばらく経ってからの発売だったと思うんで、それまでね、ちょっとこれでテンションを上げるっていうのはありかもですね。はい。はい、ジオラマに置いてみました。こうしてみるとね、なんか本当にフィギュアがね、置いてあるみたいな感じに見えますよね。まあ、こうやって斜め向けたり横向けたりするとこうなっちゃうわけですけど、でもこれはね、真正面から見ればほら、すごい迫力。ただね、これね、こんな風にこう映り込んじゃうんだよね。だから撮影しようとするとちょっといろいろ不都合がある。このね、やっぱり色が黒いから反射しちゃうんですよね。だからこう写真撮るときはね、こういうスチレンボードとかで自分の方を隠しながら撮るとか、そういう風にしないとなかなかうまくいかないんですよね。まあその辺だけ気をつければ結構面白い写真とかも撮れそうですね。はい。で、大きさなんですけど、これね、ソフビ、ムービーモンスターシリーズと比べるとこんな感じ。やっぱビッグアクリルスタンドというだけあってすごい大きいですね。めっちゃ迫力があります。はい。
あとは、モンスターアーツと比べるとこんな感じかな。はい、あ、同じぐらいの大きさですね。多分この僕あのこの迷子地のモンスターツポチってありますけど、多分これと同じぐらいのサイズになるってことですかね。はい、楽しみですね、そっちも。はい、ゴジラマイナスワンが山崎監督つながりということで、こちら鈴木オートのオート三輪をポチりました。これ送料込みで850円ぐらいだったかな。はい、これね、三丁目の夕日が公開されてた当時に発売されたトミカですね。すごいですね、このサビの塗装とかが、汚し塗装がね、かなりクオリティ高いです。これね、この鈴木オートのプリントとか、あとドアノブとかね、ちゃんと塗装されてて、このエンブレムとか、あとこのライト、窓枠、すごい丁寧ですよね。クオリティ高い。ちょっとこの後ろ、今ここまで塗装してるミニカーあるかな。すごい細かいですよね。これめっちゃクオリティ高いですね。これね、山崎ゴジラには絶対合うと思うんで、おすすめです。はい、今回はゴジラマイナスワンビッグアクリルスタンドの紹介でした。またねー。